尾ばかりチラチラ見せやがって。気に入らねえ。どこだ、どこにいる。ここか。やっと二人きりで会えたね、ゼヘル。今日もお勉強ですか？はい。わあ、すっかり受験生って感じ。迷いなく司教を目指す気持ちになったのですね。はい。お前はやらなきゃなんねえことがあるんだろ。だったらここで学べる全ての技術を身につけろ。待てよフラウ、どういう意味だよ。いずれわかる。まだわからないこともあります。でもいつまでも疑っていたって何も進まないから、ここでやれることをやろうと思って。素晴らしいことです。ならさっさと図書館行こうぜ。ああ、じゃあ。頑張ってくださいね。おやおや、仲がよろしいようですね。そろそろ始めよっか。はい。なんだ今の。そこまでするか。こんなことで手は借りない。たく、お前ってやつはムキになるのはガキの証拠だ。失礼ですが、何かお探しですか？ええ、ある司教様から頼まれましてね。テイト・クラインにこれを渡してほしいとのことでして。
そのパスの持ち主の言葉もお伝えしましょう。どうか私のことを思い出してください。私の名はフェアクロイツ。愛していますよ、テイト。ほら、覚えていますよね、私との日々を。あなたが忘れるはずがありません。よく聞きなさい、テイト・クライン。教会はあなたの味方ではない。その愚かな司教に教えてもらいなさい。ああ、パルセ消されちゃったか。何なんだ、フェアクロイツって誰だ。知っている気がする。でも思い出せないのか。ああ、カストル無事か。幸い大事には至りませんでした。そうか。どうかしましたか。さっきのやつ、教会は俺の味方じゃないって。また同じことで迷うのか。お前たちもミカエルの瞳を狙ってるのか。迷ってなんか。俺たちがお前にとって敵か味方か、それはお前が判断することだ。お前にしか決められない。あなたの言う通りですね、フラン。テイト君の運命は彼自身の決断でしか変えられませんから。今のテイト君はこの花と同じ苦しそうに揺れている。お前、いろいろ大変なんだな。そんなにくよくよするな。教会が味方かどうかなど考えたこともなかったな。だがどんなことがあっても俺はずっとお前の味方だ。わかるけどな、あの司教の言葉が気になるのは。テイト君のことですが、早く会わなくてはならないな。彼の前に現れた司教ですが、彼もまた魂が半分しかありませんでした。そうか。闇の者たちがフェアローレンの封印を解こうとするたびに、お前たちは戦い、その封印を守り抜いてきた。この世界でセブンゴースト以外に魂を操れる者など存在してはいかん。でも運命の歯車は狂い始めている。千年にも及ぶ天の裁きによって、ミカエルの瞳によって封印されたフェアローレンの体は千年以上眠り続けている。ラファエルの瞳によって力を失ったフェアローレンの魂は人間の体に転生し続けている。闇の者たちがミカエルの瞳を持つテイト君を狙ってくるということは、少なくとも体の封印はまだ解かれていない。天はミカエルの瞳という最後の切り札をこちらに導いてくださったんだ。テイト君の運命と引き換えにね。フラウは仕方がないとして、僕たちも信用ないね。仕方がねえってなんだこらてめえ。ラブラドールの冗談ですよ。
きっと今のテイト君はたくさんのものを失いすぎて信じることが怖いんですよ。どんな結論を出すのでしょうね。彼にとって私たちは敵か味方か。彼の運命はもうすぐ動くよ。そのきっかけを彼はもう手にしている。ハルセ、ここまででいいよ。次は僕一人でやる。わかりました。おい、重くなったなお前ら。ねえねえフロニーちゃん、高い高いやって。しょうがねえな。フロニーちゃん、どうしたの？なんだってんだこの感じ。どうしたのですか？また何か悩みを抱え込んでるように見えますが。あ、大丈夫です。テイト君、思春期に悩みはつきものですよ。それを乗り越え大人の階段を登っていくのですからね。人の心は揺れるもの、揺れてこそ人の心なのです。さ、無理するな。お前はなんか言いたくないのかよ俺に。言っただろう、お前が考えることだって。チラチラ見せやがって気に入らねえ。どこだ、どこにいる。ここか。やっと二人きりで会えたね、ゼヘル。こいつら教会に逃げ込んだ罪人たち。貴様なんてことしやがる。何を吠える。まだ生きてる。所詮お前も醜い化け物。闇に溺れるがいい。なんで俺はこうなんだ。なんでいつも迷いばかりが立ちふさがるんだ。てめえがテートを狙ったバルスファイルだな。フラフたちを信じたいのに。テートには指一本触れさせねえ。貴様こそ、その鎌は大切な、大切な。下がってください。てめえ。チッ、逃げやがった。待ってろ、今助けてやる。少し我慢してくれ。これはバルスファイルのごく初歩的な武器。あのガキは相当な手だれだ。こんなものを使う必要はないはずだが。バルスファイルは、これはフラウ司教。まさか、なぜ悪しき剣を封印ふなして握れるのです。
これは武器を捨てなさい。言い訳は無用です。その剣を握れるなんて普通じゃない。両手を頭の後ろに組んで早く。まいったね。俺としたことがこんなチープな罠に引っかかるとは。従ってくださり感謝します。話は後でゆっくり聞かせていただきます。参りましょう。フラウ司教。大司教が血圧上げてぶっ倒れないようそばにいてあげてください。お待ちなさい。彼はこんなことをする人間ではない。心に闇を持たない人間などおりません。バスティン大司教補佐様。どうかしました？花たちが囁いている。フラウが罪人たちを殺した疑いで連行されたって。何ですって？テイト君を守るためにフラウは闇の者と戦ってたけど、それがフラウを捕まえるための罠だったんだ。カストロさん、ラブラドールさん、話を聞かせてください。俺は本当に教会を信用していいのか。フラウは何も言ってくれませんでした。信じたいのに自分ではどうしようもできないんです。ついてきなさい。自分の心に向かい合うための部屋です。僕たちも迷うことがある。そんな時にこの部屋で自分自身を見つめるんだ。心を見つめなさい。霧が晴れた時にあなたの気持ちも見えてくるはずです。北の隣国アントボルトとの戦は至難を極めているようですな。このままでは我が軍の退路が断たれると。綾波参謀は我々の策にご不満のようだね。申し訳ございません。綾波参謀、予定通りゼヘルは囚われの身となりました。よくやった。でも悔しい。あんな奴に綾波様の大切な鎌が汚されているかと思うと。泣くな。お前の気持ちしかとこの胸に受け止めている。だが今は耐えろ。独断で動くな。我らは必ず奴をこの手に入れねばならぬ。わかりました。絶対にあいつをこの手に入れてみせる。クロミリ様。聞いているのかね、綾波君。アントボルトとの戦には綾波君が出向けばいい。兵は千で十分か。引き受けましょう。兵は500で結構。俺はフラウを教会を信じていいのか。信じるのです、テイト。誰？自分の両親に従えば霧が晴れるでしょう。そこに見えるものを信じるのです。ファーザー。また一つあなたの記憶に施した封印を解き放ちましょう。あ、
私はフェアクロイツ。そうだ、フェアクロイツってファーザーのことだ。ファーザーはこの教会で俺を育ててくれたんだ。愛していますよ、テイト。ファーザー！あ、どうでしたか？あの司教が言っていたフェアクロイツとは、俺を育ててくれた神父様です。ここは俺の居場所です。ずっと分かっていたはずなのに、信じることができなかった。フラウのことも。でもどうしてあの司教は教会は俺の味方じゃないなんて言ったんだろう。フェアクロイツ司教はその昔教会を破門された人物です。遠い懐かしき景色、優しい雪の香り、途切れ途切れの記憶を紡いで道を探す。瞳は導く、揺らぎ惑う少年の内なる使命を呼び覚ますべく、衝撃の過去に少年が見るものを教えて、お花さん。